はい、そこまででいいです。そこまででいいです。はい、そうすると自然にぶつかります。はい。ですか？はい。ぶつかりそうになると人間に、先ほど私、丸くこぎましょうと。繰り返し、こうやって向きを変えましょうと。で、それとはもう一つ違う向きの変え